ベセト演劇祭は日本、中国、韓国の3カ国が共同で行う演劇祭。演劇祭の名前であるベセトは北京、ソウル特別し東京の頭文字を取って名付けられており、日中間それぞれの国の実行委員会が演劇祭を主催する。相互の文化の違いを認識しながら共同作業を行うことによって芸術を核とする相互理解を進めるとともに、 世界文化への貢献を目指している。日中間の演劇交流の強化と世界文化への発信を目指し、韓国の金吉京が中国の助行省と日本の鈴木忠史舞台、芸術財団演劇人会議理事長に呼びかけ、1994年7月1日に21世紀を開く別世と演劇祭声明文に共同署名したことで始まった。同年ソウルで、 1> 第1回ベセと演劇祭を開催し、以後は日本、中国、韓国の順に参加国の持ち回りで毎年開催されている。声明文では、それまでの参加国の関係を文化的同質性にもかかわらず近くて遠いものだったと表現し、21世紀を迎えるにあたって、私たちはもっと活発な文化交流を進める必要があると提言、芸術を書くとした。 国際文化交流としての演劇祭を重ねてきた。2013年の第20回ベセット演劇祭では、新たに交流から共存へをテーマに定め、国際交流から一歩進んだ演劇祭として開催を続けている。上演される作品は、日本、韓国、中国を代表する演劇人による昌平作品と国際共同制作作品があり、 シンポジウムなども合わせて実施されている。1994年はソウルで開催。以降、韓国、日本、中国の順で持ち回り。ありがとうございます。